権を発動します。裁判所主導で改めて捜査をします。は？法廷を出て捜査まがいのことをやる？なぜ？どうして？聞いたこともない、見たこともない。型破りなくせ者裁判官と弁護士経験中のエリート裁判官、全面的に争います。そして新バディの弁護士、そんなに甘くないよ弁護士。彼らが挑むのは最年少防衛大臣にとって正念場ですね。私たち政治家が覚悟を持って決めることです。日読み工場には何か裏がある。逃げるぞ。え？職権を発動します。え？想定内です。え？そこ想定してたの？これって国家権力に盾つくことになるんじゃ。ガンガン調べよう。あなたは怖くないんですか？真実を知りたいんだよ。釣ってくるよ、ひらめ。全てを明らかにする。それで国が守れますか？あなたにはその覚悟があると？国家権力によって真相がねじ曲げられる。家燃やされてんだぞ。全てはあなたが仕組んだことだった。パンドラの箱に封印された真実とは。最後まで真実を追い求めるつもりです。映画一系のカラス。仲いいですねお二人。はい。あ、隠したな。ゲームセット。